大阪の皆さん、天皇杯勝ちました。皆さんの応援のおかげで勝つことができました。本当に苦しい戦いでしたけれども、勝って本当に今嬉しいです。最高のクリスマスプレゼントになりました。ありがとうございます。こんにちは。おかげさまで入賞することができました。まだまだパンサーズは強くなります。またぜひ会場に応援しに来てください。 V リーグも頑張ります。ありがとうございました。今日も疲れました。本当に最高の成績を収められたのは、本当に選手一人一人が、勝利に向かって貪欲に、まだ苦しい場面でも声を途切らさずに声を掛け合いながら、やはりチーム力で勝てた試合だったかなと思います。試合始まる前から厳しい戦いになるということは想定はしていたんですけども、その中でも、選手一人一人がモチベーションをしっかり保ち、最後まで戦ってくれた結果かなとは思っています。